はい、皆さんこんにちは、レイです。おはようございます。皆さん11月18日の土曜日、曇りなのかな、ちょっとパラパラ雨が降ってきましたけども、いかがお過ごしでしょうか。今日がですね、久々の休みでですね、バイク乗ろうかな、乗りに行こうかななんて思ってたらですね、ちょっと寒すぎて心折れ気味なところに小雨が降ってきてしまって、折れた心が折れた先でさらにもう一回ぐらい折れた感じになってきました。一回折れて90度、もう一回折れて90度って帰ってくるね、180度、何のこっちゃ、何のことでしょう。ですね、プレストって皆さんご存知ですか。ヤマハのですね、 YZF-R6-R1 とか、輸入モデルですねに乗ってる方ご存知かと思うんですけども、ヤマハのそういう逆輸入車を扱ってる会社ですね、プレストという会社があります。ですね、そこがですね、こんなキャンペーンやってます。はい、これです。プレスト R シリーズオーナースペシャルアンケート、アンケートにご協力いただいた方の中から抽選で100名様に R オリジナルニューエラキャップをプレゼントってことやってました。ニューエラって知ってますか。僕はこれアンドウェアっていう日本のメーカーの帽子をかぶってるんですけど、ニューエラのキャップとダブルネームのものもあったんですけど、ニューエラってアメリカの野球ですね、メジャーリーグが、指定しているキャップ、野球帽キャップはニューエラのものがその、元祖というかとこなんですけども、ファッションブランド上もすでに認知されていて、日本でも、ニューエラの旗艦店がいろんなところにオープンしてるんですけど、そことなんとですね、もう一枚ご覧いただきましょう。はい、この YZF-R シリーズのコラボレーションキャップがですね、なんとあるそうです。でこれにその2015年以降の R1、現行型ですね、 R1-R1M、 それと2017年以降の R6 に乗ってるオーナーであれば、アンケートに答えると、それがですね、抽選100名に、この R オリジナルキャップ、ニューエラのキャップがもらえるということでですね、僕も2015年式のギリギリカスタ2015年式の R1M 乗ってますので、アンケートに答えてみたいと思います。でですね、アンケートの中に、その2015か17の R6、R1 乗ってるということをですね、証明することを兼ねるために、自動車車検証か保証カードというものを用意しなきゃいけないそうなんですね。バイクのフレームナンバーを入力するそうです。そこで、そのオーナーかどうかを、ちゃんと調べるんでしょうね。ということでですね、それを早速入力してみたいと思います。2015年以降の R1 と2017年以降の R6 にお乗りの方であれば、このニューエラの限定キャップもらえる可能性ありますので、応募してみてはいかがでしょうか。抽選100名様なので、どう考えてもそんなにすぐ当たるものではないんですけども、応募してみたいと思います。ここまでですね、プレストの SNS 見てたら、なんかロッシーとかビニャーレスのサイン入りのキャップがもらえるとか、いろいろキャンペーンやつですね、こっそり応募してるんですけど、全然当たんないんだけど、これちょっとね、キャップは僕いつもこうやってバイク乗るとヘルメットで髪の毛ぐちゃぐちゃになるじゃん。だからその後にどうしても被り物が欲しくて、キャップ大好きなので、これはですね、応募してみたいなと思いました。ということですね、ちょっと画面を一緒に見ながらですね、やっていきたいと思います。はい、それでは画面ご覧いただきます。ここから一緒にやっていきましょう。ですね、プレストのホームページのアドレスはここ、プレスト -coop.jp、 Google とかでプレストって入れるとすぐ出てくると思います。でそこの画面の下の方にですね、このキャンペーンという記載がありましたので、クリックしてみました。そうするとこんな画面が出てきます。プレスト R シリーズオーナースペシャルアンケート、はい、でこれがもらえる、はい、欲しい。なんかブラックの帽子で、そこになんかロゴが小さめに入ってていいですね、清楚な感じがして、僕これ好きです。さあ、それではアンケートに答えていきましょう。細かい注意書きありますが、これ入力するときに皆さんご覧になってください。はい、アンケートに答える、プレスト R シリーズオーナースペシャルアンケート、以下のフォームからアンケートにお答えで確認画面、何はい、フレームナンバーはですね、ちょっと車検画面見せられないので、これ後でしっかり入力したいと思います。例えばじゃあここになんかね、それっぽいもの入れておきましょうか。0000の、例えば0000の0000とかね、結構長いでしょうね。性別男、年代30代、現在所有しているバイクは何ですか。 YZF-R1M、 購入の決め手は何ですか。複数回答か。外観は R6 のが正直好きです。カラー、こだわりなしです。エンジンスペック最高、装備内容最高、信頼性耐久性最高、レースなどの実績最高、カスタマイズパーツの豊富さ、レースキットあるからね、はい、
希少性、まあ台数売れてるバイク希少ではない、新製品もちろん、ヤマハ製もちろん、価格値引き嘘、価格は高かった、販売店の勧め、自分で決めました、雑誌、ネット、口コミなどの評価、特に気にもしませんでした、その他、こんなとこですね僕は、バイクの購入方法を教えてください、一括支払い、ローン支払い、こんな高いバイク1ヶ月で買えるわけございません、はい、ローンレンジャーでございました、月額はですね内緒でございます、じゃあ仮にですね、じゃあこんな風に入れとこうかな。直前に乗っていたバイクについて教えてください。直前に僕が乗った、じゃあ、ドゥカティの、モンスター 1200R、排気量1200、はい、こんなの出ました。今回のバイク購入にあたり最後まで比較検討したバイクについて教えてください。はい。まあ、タイミング合わなかったんだけど、スズキの GSX、入力ができない、できない。GSX-R1000R と悩みましたね。もしかしたらこれが最高発の 1000cc リッタースポーツだから、もしかしたらこれが一番速いのかなと思って悩んだんですけど、待ちきれず R1 買いました。はい。普段バイクに関する情報はどこから入手していますか？販売店、二輪雑誌、YouTube、Web ニュース、口コミサイト、メーカーウェブサイト、販売店のウェブサイト、SNS やブログ、その他。開発の担当者から直接聞いてますとか、ここで書くと、ちょっとなおさら外されそうですね。まあ、YouTube?かな、はいはいはい。バイク情報を得るのに主に利用している SNS を教えてください。 Facebook、Twitter、 これ複数回答できるのかな、1個か。 Twitter どこで出るかな、まあ YouTuber だし YouTube って書いとくか。はい。バイクに関してどんな情報を求めていますか、またはどんな情報を知りたいですか。そうですね、まあ、強いて言うならカスタムパーツですかね僕は、プレストコーポレーションに求めるもの、バイク業界に関して思うことご意見など、これ本音書いたら絶対ダメな意見ばっか俺書いちゃうけど、プレストコーポレーションに求めるもの、そうですね、YZF-R1-R6 などの安定供給、いつもね、年度の頭とかにもう日本に入ってくる台数って概ねってもうどんなバイクでも決まるんだけど、売り切れましたって話をよく聞くんですよね。ってことを考えると、もっと台数日本にあってもいいんじゃないかな。なんかもう年度の早々とかに予約注文とか予約の予約とか、なんかいろんなことをあらかじめしておかないと手に入らないケースが多いみたいなので、もっといっぱい売れるといいですね。プレゼント抽選に応募しますか、応募する、応募しない、応募するに決まってんだろこの野郎。上記質問でプレゼント抽選に応募するを選択された方は、プレゼント当選時の連絡先としてメールアドレスをご入力ください。プレゼント抽選に必要となりますので。なるほど、はい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 。ray@ray.com、こんなアドレスございませんけど、まあ、こんな感じですね。はい。でこれで確認画面へと行くわけですね。はい。プレスト R シリーズオーナースペシャルアンケート、入力内容をご確認の上、よろしければ送信するボタンを激しくクリックしてください。所有しているバイクの車体ナンバー、フレームナンバーは00000です。性別男30代、 YZF-R1-R2-0000、 はい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 、という具合でしたね。プレゼント抽選に応募しますか、応募する、送信する、これでいけちゃうわけですね。ちょっとこれ送っちゃうとこいついたずらかよと思われちゃうんで、ちょっとこれはできないですね。はい、じゃあちょっと、カメラに戻りましょう。はい、というわけでですね、アンケートに答えてみました。キャップが当たると嬉しいな。あのね、黒いキャップ、今これグレーかぶってますけど、黒いキャップがやっぱり登場頻度僕は個人的に一番高いんですけど、あの黒ってやっぱ色褪せてくるね。やっぱり雨の日とかも傘さすのめんどくさくて、そのまま帽子のままで歩いちゃったりとかしてるから、濡れてそのまま放置とかして、あんまり手間とか面倒も見てなくて、だからかもしれないんだけど、ちょっと劣化が僕の場合激しくてですね、だから黒い帽子はね、いくつあってもいい。最近他にもニットキャップを買ったりとかしたんだけど、冬になるとさ、なんかニット被ると冬の季節感とか出るじゃないですか、っていうのを楽しもうかなと思ってたんですけど、黒い R シリーズのキャップ欲しいですね。だからバイク乗って降りてヘルメットサッと抜いた時に髪の毛ぐちゃぐちゃってなってるのをサッとキャップ買って隠す時にですね、そのこっそり R とか書いてあるとかっこいいんじゃないかな。
ということでですね、この YZF-R6R1 オーナーの現行車のオーナーの方がですね、キャップをもらえるかもしれないキャンペーンに僕も応募してみました。皆さんもこんな感じですね、応募してみたらいかがでしょうか。こんな感じでですね、たまたま見つけたキャンペーンだったんですけど、なんか後から発見したやつとかもあって、なんで意外に結構いろいろやってんだなっていうことはありましたので、気になる方はですね、こういうメーカーの SNS とかメーカーの輸入車を日本に輸入してる、という逆輸入してるね、会社の SNS などフォローしてみてはいかがでしょうか。多分ね、他のメーカーも何かしらこういうキャンペーンってやってるんでしょうね、きっと。今回たまたま見つけて、ラッキーでございました。なんかすんげーどんよりしてて、さっきよりも空どんよりしちゃったよ。もうこういう時さ、もうバイク乗るかどうかもちょっと心折れるね。なんか喫茶店で見てコーヒー一杯飲んでこようかな、それもありだな。はい、そんなですね、天気の悪い、土曜日の朝お届けいたしました。レイブログ引き続きご覧になってください。バイクのカスタムですとかインプレですとか、走ってる動画とかいろいろやってますので、ぜひぜひお付き合いください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで以上、レイがお送りしました。